私たち、せーの、コロナで発表会がなくなって、イエーイ、自粛期間、家でダラダラゲーム、いつだって始まんねーと思った3ヶ月、長い3ヶ月、ずるいも、ずるいも、間違えて、やだきゃー、行ってあげたぞ、イエーイ。自粛中の3ヶ月間はダンスがなくて寂しかったです。来年はいろんな人に自分たちのダンスを見てもらえる年にしたいと思います。来年も頑張ります。1年間送り迎えしてくれたり月謝払ってくれたりしてありがとうございます。来年もダンス頑張ります。バイバイ。今年はコロナで発表会がなかったけど来年はなかった、残念だったけど来年は今年の分まで頑張りたいと思います。いつもダンスの送迎ありがとう、応援してくれてありがとう。来年も頑張るのでよろしくお願いします。今年
は3ヶ月レッスンがなくなったり発表会もなくなって悲しいけど、来年は6年生やし年下の子を引っ張っていけるように一生懸命頑張っていきます。お父さんお母さん毎日習い事の送り迎えや毎日ご飯をつけてくれてありがとうございます。これからも一生懸命頑張るので応援してください。今年はコロナでレッスンや発表会がなくなったけど自粛中もダンスを頑張っていました。その成果を来年の発表会に向けて頑張ります。送り迎えや月謝いろいろありがとうございました。これからもダンスを頑張るので見てください。今年はコロナでダンスの発表会やレッスンがなくなって悲しかったけど、来年はダンスのレッスンや発表会があるので集中して楽しく頑張りたいです。いつも送り迎えや月謝を出してくれてありがとうございます。来年もよろしくお願いします。私は自粛期間中、ダンスのレッスンやダンスの発表会がなくなって悲しかったけど、来年はダンスのレッスンやダンスの発表会があるので、それに向けて練習しつつ頑張りたいです。いつもお世話とか洗濯とか頑張ってくれたり、ダンスのことにも応援してくれてありがとう。今年はコロナで全然ダンスが始まらなくて悲しかったけど、ダンスが始まって嬉しかったです。来年は発表会もあるし、いっぱいダンスの練習もできるから楽しみです。ママいつも美味しい料理やいつもいろいろやってくれてありがとう。来年もよろしくお願いします。今年はダンスの発表会がなくなって悲しかったけど、来年はダンスの発表会に向けて練習を頑張っていきたいです。ダンスの時に送り迎えや奈々たちのことを世話してくれてありがとう。来年もよろしくお願いします。ダンスでは楽しいし、自分もちゃんと踊れるようになってきました。来年も頑張りたいです。ママとパパはいつも送り迎えをしてくれてありがとうという気持ちを思います。来年もよろしくお願いします。今年は約3ヶ月間の臨時休業のせいでダンスをする機会があまりできなくて、なので来年からはもっと1回1回のレッスンを大事に練習していきたいと思っています。お父さんとお母さんには自分が習っている習い事の送り迎えを毎回やってもらっているので、これからもお父さんとお母さんのためにもっと頑張っていきたいと思っています。来年もよろしくお願いします。今年はコロナで大変だったし、お母さんが忙しいのに送ってくれたのに少しテストに力を入れなかったことと、コパンと変わって入ったけど少し難しいからちょっと頑張っていこうと思いました。お母さんいつも送ってくれてありがとうございます。今日もよろしくお願いします。僕はダンスを楽しんでいます。来年ももっと頑張りたいです。パパママいつもありがとう。来年もよろしくお願いします。3、2、1、はい。
あんこ出せるか。